こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。Amazon 輸出ではたくさん販売する出品者が強いです。大量に販売すると1個あたりの送料が安くなることが大きな要因です。これは他の要因もあるんですけど、今回のこの記事と動画では送料だけに絞ってね、どれぐらいの送料の差が出てくるのかということを説明します。一度に20個の商品を送る出品者が利益なしの商品、ね、送っても儲かってない商品も、一度に200個送る出品者は、同じ商品をね、売ってるのに、300円の利益を取っていると。そんなことがよくあります。なんでそんな風になるか。1個あたりの送料ってのはたくさん送るほど安くできるからなんですけど、その概算を表にしました。まずこの表の前提条件としてですね、商品は1個あたり 100g の商品としました。実際はね、もっと軽い商品もありますし、重い商品はあんまないかな。大体 100g より重いんですけど、単純に 100g にしました。で、箱、輸送の箱の重さもあるんですけど、こちらは、20個までは80サイズで260個、260g。で、30個以上120サイズで 824g で計算しています。200個ね、120サイズで送れるのかということもあるんですけど、箱まで細かく見るとね、この試算が非常に分かりにくくなっちゃうんで、もう単純に箱は 824g にしました。で、これがね、この下に料金表をつけてありますけど、商品の重さと、それから箱の重さを足して送料がいくらになるか。まず1個で送ると、ね、商品 100g、段ボール 260g、トータル 360g で3150円になります。これね、だいたい Amazon で売れ線が30ドルだという試算もありますんで、そうなるとね、もうこれ確実に赤字になります。これがね、自己発送の出品者が全く儲からない。ね、なんだかんだ言って、自己発送でたくさん出品してね、儲けましょうっていうのは机上の空論だというのが、わかる、部分ですね。元い、今回はね、たくさん送ると送料安くなるということなんで、ここは置いといて、10個送ると、商品が、1000グラム、1キロですね。で、段ボールを足して1260円、いや、1260グラム。で、送料は5550円。1個あたり5555円。ね、6分の1にぐっと下がりました。これが20個だと388円。30個だと328円と下がっていくんですけど、さらに、量が増えてくるとね、たくさん納品する商品は一部ね、調整を航空便で EMS でやるとして、メインは船便で送るっていうやり方を、併用するとね、1個あたりの送料を安くできます。そうなってくるとね、30個、通常便で送ると328円ですけど、船便なら143円。これ100個になってくるとね、普通に EMS だと256円のところ、船便だとね、83円というふうにね、どんどん下がっていきます。で、さらに、200個船便で送ると1個あたりはね、62円という形になりますんで、やっぱりね、大量に販売するとなぜ利益が出しやすいかね、いうのが分かる、一番分かりやすい例です。他の要因もあります。アカウントがね、健全になるんでカードが取りやすいとか、悪い評価もらった時のダメージが少ないとか、たくさん仕入れてるんでメーカー取引、できるようになるとかいろいろありますけど、数字でね、もう単純に、なるほどなと、ね、20個しか送ってない時はね、388円の送料は、200個送ると、ね、67円まで下がるんだなというのが分かればね、それは儲けやすいなというのが分かると思いますんで、できるだけ、たくさん売れる、ね、せめて月10個以上は売れる商品、できれば100個売れる商品を見つけて、ライバルに追いつかれないようにするというのがね、アマゾン輸出で、小売店舗で稼ぐ秘訣なんで、今回はそれをね、送料の面から、送料の試算表を作って解説してみました。またね、報告、ご相談、ね、もっと解説、こういう解説が欲しいとか、この辺分かりにくいというのがありましたらね、お気軽にご質問ください。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。